こんにちは、こんばんは、ゲーム動画でいこうです。宇都宮記念もいよいよ最終日、決勝戦の予想をお送りしたいと思います。はい、最終の12エース決勝戦はですね、111期ルーキー、ミナミが あのに、二次予選、そして準決勝とも、かつ強く、強く、かつですね、えー、周りが見えている競争で、えー、決勝戦に勝ち上がってまいりました、えー。大舞台に強い南ですから、ここはですね、えー、っと、 ある程度人気になるものの、えー、絶対的な、ね、えー、っと、人気になる前の先物買いということで狙ってみたいと思います。はい。えー、では、このメンツ、メンバーが12年生決勝戦です。はい。地元はですね、神山拓也ですね。 で、並び見てみると、なんとびっくり。南淳也、竹内優作につける選手が誰もいない。どっちも先行することは確実なのに、この賞につけてれば、優勝を取れそうな気はするんですけど、誰もつけれてないというのがすごく不思議です。他の選手見てると、小松崎が5回あるぐらいで、 他は2回以下ですからね、どうするんでしょうか。竹田なんか自力、まあ確かに、準決勝は番手枠にで、えー、一着取りました、しぶとく一着取りましたが、う自力のスピードっていう意味で果たして、南や竹内に通用す,するのかどうか。 ま、気になるところであります。まあ、中川は、あの、決勝に勝ち上がってきましたね。やっぱり500マーク慣れてるのかなと思います。まあ、同じことは地元上神山拓也にも言えますし、岡もしぶとかったですよね。やっぱり、大宮を、あの、根城にしてるだけに、 西部縁かもしれませんが、大宮には練習に行ってるはずなので、このしぶとい伸びというのは無視できないところであります。まあ、前が神山なので、ちょっと岡は厳しいのかなとは思います。さてですね、えー、もう前撮りとか考えずに、 竹内はもう行かないと話にならないんで、あゆっくりでも押さえに行くでしょうね。前はあの中川か竹田が取るとして、ゆっくり押さえに行く。そして後ろがもう、も,うもつれてくれるのを待つっていうような流れになるかと思います。 まあ、すんなり武田や中川が番手にはまろうとしても、小松崎も結局この位置にらいたいですからね。まあ、それは南が、あの、前へ出ようとしても同じことだと思います。つまり、えっ、ー、と、短期先行バック回数を取っているどちらかが、 えー、抑えに来て、多分私は竹内だと思うんですが、抑えに来て、もう一方がかますような展開を予想しております。で、えー、その中でですね、ま、中川の、あの、初日バンクレコードを叩き出したり、えー、準決勝もですね、えっ、ー、と、絶望的な展開も、もう、 切り替えられてからの、あのー、また伸び返したところなんかは、中がさすがにスピード持ってるなと、えー、お思いますね。それでも、あのー、南にかけたいんですよね、ここは。はい。後ろを連れてるより、案外短期の方が、 向いてるのかなと思います。まあ、竹内は警戒するでしょうか。ラインがないのがちょっと竹内は痛い。あと、まあ、竹田やら小松崎が、そんなに逃げてないのに、まあ、竹田はあの、逃げれるって言ったら逃げれるんですけど、どうやって南を封じ込めるのか。南を封じ込めても竹内もいるので、想像あの、簡単にはいかない。 まあどちらかといえば単調な競争をする竹内の方がごしやすいと、まあ竹田も小松崎も、まあ、あまり関係ないですが中川も考えるでしょうから、まあ南をいいに冷たいというか、あの、気持ちはあるでしょうけど、やっぱり、えっと、 まあうまく竹内がこう上がってきてはあのすっぽりはまり込んでくれればいいんですけど誰かが追い上げてそうそう簡単にはいかないもしくははまり込んでも竹内がフルピッチへかけるとその番手って結構足を使うんでなんか中川辺りのまくりが決まってしまうというあの気もするんですよね。 なので、えー、っと、竹田やら小松崎ってそんなに簡単にはいかないんだと思います。えー、そこでですね、南が先行した場合は、あの、番手はもつれるでしょうし、竹内が先行した場合、思い切って行くしかないんで、もうフルピッチで飛ばすので、番手もつれる他に、 ま、あ誰かが番手を取ってんだけど、足を使っているということは考えられるんで、えっと、南が、あの、最後は、あの、逃げるにせよ、まくりにせよ、この、あの、二次予選、準決勝、あの、すごく内容のいいレースをしたので、ここはチャンス、えーっと、G3 の、まあ、あの、 特別戦は函館で撮ってるんですが、記念じゃない特別戦は、えー、正昇進銘明の G3、えー、記念経輪を、もう、あの、デビューから1年で、撮ってしまう勢いなんじゃないかなと思いまして、もう、南の先物買いで、私は行きます。で、対抗は、あの、中川聖一郎ですね。やっぱり、あのー、 足を溜めて、あの、最後、まくり追い込んでくるっていう戦法は、はっきりしてますんで、そこは、あのー、決シ、やっぱり、外せないところです。それから、案外ですね、えー、竹内が逃げて、で、南がかまして、えー、っと、 竹内の後ろが意外ともつれてはまえて、南が番手にはまってしまうという展開あると思いますので、えっと、竹内もすごくあの、準決勝内容のある逃げ切りだったんで、案外南に番手はまられても、南はバックぐらいから行くでしょうけど、後ろがもつれる中、粘り込んでしまう可能性はあると思いまして、えー、竹内も抑えてみました。 さらに、神山ですね。えっと、まあ、武田もいるんですが、武田はやっぱり、えっと、前で、自力なので、やっぱり足を使ってしまう。で、ま、ある程度、武田なら小松崎よりいい位置にいると思うんで、えっと、神山がやっぱり地元、500万区慣れてますからね。えー、その勢いを勝手に連に絡んでくるんじゃないかなと。 えっと、武田があって、それからですね、えっ、ー、と、最後は森沢上げてみました。森沢も、ま、準決勝、あの、桑原が外行ったところ、あの、中を追いくという、あの、センスの良さ、あの、競争が見えてる感じがあるんですよね。小松崎がどう走るのかというのはあるんですが、前々に攻めた場合、 もしくは、まあ、その、竹内、まあ、もつれた場合、最後突っ込んでくるのは結構、あの3連単の支持率見てても、あんまり人気がないんで、面白いんじゃないかなと思いました。はい、えっ、ー、と、南からご覧の5人の折り返しを、えーえー、私の予想として挙げてみました。 はい、えー。ご視聴いただきありがとうございました。えー、宇都宮記念経理、決勝戦の予想をお送りいたしました。ゲーム動画で行こうではチャンネル登録者数1000人を目指しております。はい。この動画の下タイトル欄の右にチャンネル登録ボタンありますので、まだ登録されていらっしゃらない方はご協力よろしくお願いいたします。 また、高評価、えー、コメント、この動画の共有なども歓迎しております、えー。ブログ、ツイッター、あのアドレス、説明欄に記載しております、えー。そちらもアクセスしていただければ嬉しいです。この動画、最後の20秒で関連動画、動画プレイリストの、えー、リンクが え、出てまいります。そちらもお時間ありましたらアクセスしていただければ嬉しいです。動画リストはですね、ブックマークもできますので、えー、その動画一覧、動画リストでを開けたところを動画一覧の右上のボタンを押していただいて、リスト登録していただくと非常にありがたいです。はい。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。